早速あのトークショーの方に移らさせていただきます。まずはあのこちらビブリオバトルの考案者であります谷口忠宏先生に ご登場いただきます。どうぞ拍手でお迎えください。ソーシャルコミュニティマネージャーの樋口悟さんです。樋口さん、では拍手をお願いします。今日もスペシャルゲストお二人をお迎えしております。であの谷口先生の方から2人にご紹介をさせていただきます。谷口忠宏さんですね、京都から今日はお越しいただいております。京都市在住、京都大学ご卒業後、博士を取られまして、現在立命館大学情報理工学部知能情報学科准教授ということで、ちょっと難しそうな名前が並んでおります。さらにご研究内容が人間の発達的知能、社会の総合的な現象を計算プロセス化して理解し、よりダイナミックな知能理解およびそのような理解に基づいた適応的な機械知能の開発、コミュニケーション支援手法の構築、社会実現の提言などを行っていらっしゃるということで、ありがとうございます。ちょっとこの辺についても少しご紹介いただければと思います。もうお一方ですね、隣にちょっとあのダムな学校の方が気になっていらっしゃるかどうかと思うんですが、ソーシャルコミュニティマネージャーというのは、実はこの樋口さんが自分で作られた造語なんですけれども、あの Facebook や LinkedIn をはじめとするソーシャルメディアですね、ソーシャルメディアの戦略的活用を通して大手有名企業の案件や国内外問わず思いのあるプロジェクトの数々を笑いあり涙ありの巻き込み型コミュニティの形成により数々の成果を上げ続けているという形でございます。たまに私なんか巻き込まれたりしておりますので、その辺のお話も今日はお伺いできると楽しいかなと思います。代表的なのコミュニティの形成された実績としましては、古民家イノベーションプロジェクトの一つ G カフェというママと子どもさんのための学びの場を作るコミュニティですね。こちらの方のご紹介も後でしていただければと思います。でこちらのお二人のスペシャルゲストをお迎えして、まずはビブリオバトルについていろいろ語っていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまず簡単に自己紹介を谷口さんの方からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今ご紹介いただいたんですけども、あの立命館大学情報理工学部の情報学科准教授谷口徹でございます。まあこれがまあ基本肩書きで、まあ、一応だから週5日の大学働いてるサラリーマンでございます。よろしくお願いします。で、まあ、一方で、ビブリオバトルというのを、これはまあ私ビブリオバトルっていうのをですね、最近取材とかを受けますと、先生は最近学生学科あの本を読むんだった、だからビブリオバトルというのを考えられたんですよね、ってことね、もう聞く前から、違いますと、最初は僕は後でも話してるかもしれないけど、僕自身が、どんな、実はその、ある勉強会を、新しく始めようと思った時に、何の本を読んでるか分からなかったんですよね。で、後輩とかと一緒に、やろうとしてたので、で、先輩やったら僕がね、先輩である僕がちゃんと、アビーダッシュというか見つけることはあかんと思って、2週間ぐらい頑張ったんですけど、全く見つけられなかったんですよね。でもうちょっと面倒くさくなってきて、じゃあちょっともうみんなで一冊ずつ探してこようと、でその中でみんながプレゼンして一番読みたくなった本をみんなで勉強したらええやんっていう、そういうですね、そういうところが単純に始まったっていうのがビブリオバトルなんですけども、それが広まっていく中でビブリオバトル普及委員会っていうのを作りまして、もこれできるまで実はそこから3年ぐらいかかってるんですけど、2010年の頭ぐらいにこれやっぱみんなにとって面白いしためになるようなちょっと広めていこうぜみたいな感じで、その時兄弟みたいなメンバーと、あとなんか別の大学でサークルで活用し始めた学生たちと一緒にやり始めたっていうのがあって、今はそれの普及委員会の代表というのをしています。まあ、谷口忠宏の名前なんですけども、ツイッター上でもどこでも谷中と呼ばれているので、皆さんも気軽に、谷中さんと呼んでいただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、ちょっとみんなで呼んでみましょうか。せーの、谷中さん。
ちょっと驚いたんですけど、あの猪瀬さん、猪瀬直樹知事じゃないですか、いるとか言ったらおられるじゃないですか。あのその書籍の中で解決の力かな、なのでビブリオ庁神経線っていうものが、あのビブリオ庁の東京都が主催するのがあるんですけど、その中で僕についてあの研究するときに、あの谷秀さんって書いてあるんですよ。どうでもいいです。ありがとうございます。谷秀さんの自己紹介でした。ありがとうございます。はじめまして、樋口悟さんですね。一体何者なのか。はじめまして、樋口悟と申します。私ですね、まあ、仕事はとりあえず置いといてですね、横浜の緑区の中山というところに住みまして、息子が3人いてですね、横浜出身ではないんですけど、しょっちゅうですね、この界隈で、遊んでたりします。で、なんでここに僕がいるかというか、そうですね、まあ、いろんな今個人事業主としてこう企業向けに仕事はしてるんですけど、 Facebook とか皆さんお使いになられてると思うんですけど、ああいう Facebook とか LinkedIn っていうですね、ビジネス向けの SNS みたいなのがあって、そこでオンラインでこうコミュニティを作ると。でそういう企業からの仕事がすごい多くてですね、地域活性をしてくれとか、でオンラインだけだとあの皆さんもあの感じられるように、あんまりこう人と人の触れ合いもないし面白くないんで、リアルな場でこう、うん、まあ、みんな集めて何かイベントをやろうとかいろんなことをやってるんですね。でその一方でですね、これは、仕事じゃなくて遊びとしてですね、たまたまこういうリンクトインっていう SNS で出会ったですね、今日もこの場に来てるんですけど、北九州の大工さんがいてですね、中卒の大工さんなんですね。でたまたま小倉で飲みに行って仲良くなったら、古民家を活性化したいっていうことでですね、それでこういう古民家イノベーションプロジェクトっていうのをその日のうちにやろうということになって、今800人ぐらいのですねメンバーと一緒に九州と、それから黒豆で有名な丹波篠山っていうところなんですね、素敵な古民家があってね、そこに、僕も子供3人いるんで、やっぱあのそれ体験させたいねということで、東京から50人とか100人ぐらいのですね、みんな仲間集めて古民家にツアー行きました。でただ古民家行っても面白くないよねということで、ちかさんもちょうどそのメンバーで入ってもらったんですけど、ビブリオバトルっていうのがあるよということ で、でそんなに、まあ、なんか本も、バトルする、まあ、楽しそうだなと思ってたんですけど、ものすごい盛り上がってですね、でここに行くということでそんな活動をしています。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そのお二人にですね、今日はちょっともうぴったりの本が出たんですけれども、その書籍についていろいろ語っていただきたいんですが、まずはですね、この書籍の中に書かれていることが皆様のお手元にも配らせていただいたんですが、この郵便というあの郵便法が発行するフリーペーパーの方にも、あの要点を書いたもので海野先生が執筆してくださっていますので、こちらの中にも書かれていることについてちょっと今度お話しいただこうと思います。ビブリオバトルはですね、このようにいろんな本と人をつなげるということで楽しい簡単な遊びなんですけれども、この郵便の中にも書いてありますね、公式ルールも後ろに4つの機能が書かれているんですけれども、この機能、4つの機能について今日はメインでお話ししていただこうと思います。まず1つ目、あの書籍情報共有機能という機能が1つあって、で2つ目にスピーチ能力向上機能、3つ目に領書検索機能、最後にコミュニティ開発機能という気になる機能が4つあります。これを1つずつ載っていて、谷口さんにと、それから樋口さんの方にエピソードを交えてお話しいただこうと思います。まずあの書籍情報、こういう機能について、これは谷口先生、どういった機能なんでしょうか。なるほど、そういう流れなんですね。はい、ですね、これ1つずつと言ってたんですかね。まず書籍情報の共有機能はそのままで、まあ、ビブリオバトルでは5分間で本を紹介するということで、本の情報を知りますよねという
非常にもうそのままの機能がまず第一です。はい、で一気に一通り説明してもいいですか。あ、はい、はい、で次がスピーチ訓練になるっていうのはまあ、これについて皆さんその私はこの今日本を持ってきました。でこの本にはリビューバトルっていう本も厳密に書いてあってみたいな形ですね。5分間紹介しますよね。でそういうふうなチャンスって日本人ってあまりないんですよね。小学校、中学校、高校、大学の教育を通じてはあまりなくて、でそういうふうな場を持って、しかもその、最後の投票とかである意味での評価というか勝ち負けみたいなのがつくわけです。そうするとそのある種のちょっと時々感みたいなのがありながら、しかもこれかなりやってみると面白いかつちょっと奥が深いのは、5分間のカウントダウンタイマーが回っているんです。この5分間のカウントダウンタイマー5分の時間っていかにこう辻褄を合わせて喋るかっていうところで、でそういうところがある種スピーチのトレーニングになるよというのがスピーチ能力向上です。で、3のいい本が見つかるっていうのが、まさに最初ほど僕が一番初めにビブラドルやり始めたところがね、そういうところだったわけですけども、実はですね、これ実はビブリオバトルがチャンプ本を決めるっていうルールがありますね。最後みんなで一番読みたくなった本に手を挙げると。で、これっていうのはね、図書館さんとか、ね、小学校、中学校の先生とかですね、特になんでそんな本、好きな本読んだらいいじゃないと、なんでそんな勝敗なんて決めるんですか、本に馴染まないわっていうことですね。非常に多く受けるんですけども、そのポイントの一つがこの、いい本が見つかる量子探索機能というのもありまして、でみんなと、まあ、これゲームなんですね。ゲームなんて別に負けたら何か罰が回ってるわけじゃ、ないんですけども、でもなんかちょっとやっぱり勝ちたいねんっていう、ドッジボールとかもそうですよね。別にあれドッジボールで相手全滅させたら何か回ってるわけでもないんですけど、なんか勝ちたいわけですよね。でその中でじゃあ勝つためにはどうしようかって考えるんですね。ということはみんなが読みたい本を持ってきた人が勝ちなわけですよね。だったらみんなそれなりに頑張ると頑張ってみると、そうするとみんなにとって読みたい本が、そうするとその人がみんな読みたいなと思っている本が集まってくるわけですよね。でこれはですね、みんなで考え方によってはビブリオバトルっていうのはみんなで手分けして面白い本を探すゲームなんですよね。そういう意味で、いい本が見つかる量子探査っていうことがあると。で、最後の、お互いの理解が深まるコミュニティ開発機能っていうのがもう一つ、実はビブリオバトルの魅力で、実はかなりこれが好きっていうことで、これ、これだけ見るとあまりコミュニティ開発って本と関係ないような感じだと思うんですけども、これが好きって言ってビブリオバトルを愛してくださってる方も、多くおられてですね。これどういうことかっていうと、本、皆さん誰かの友達の家に行った時についついやってしまうこと、それは勝手に本棚を見ることだと思います。よくあります。こんな本にも玄関にあるみたいな、お前スローダンク前回持ってるのかあると思うんですよね。でそういうふうなこと、つまり本っていうのはまず何を読んでるか、その人がどんな趣味があるのかっていうのが分かるんですよね。で結構知らないんですよね、同じクラスの人でも同じ職場の人でも。それが出てくるのが一つで、本っていうのはもう一つ、本そのものってちょっと何かというと情報を持ってないというか意味を持ってないんです。どういうかというと、これは文字列なんですよ。でその文字列に対して本のという例題に対してどういう意味を与えるかは、その人が何を経験したかは、それをどう解釈するかっていうその人側の個性なんですね。でだから同じ本を読んでも本当に人はそれぞれ感じる意味が違うということはですね、実はビブリオバトルで僕この本が好きやねんっていうのは、この本はこういうことが書いてあってこう僕が考えたんやっていうことは、実はもう半分以上本のこと喋ってるかっていうよりかは本人のことを喋ってるんだって言いますね。で特に日本人、就職活動とかで自己アピールをしなさいって自分のことを喋る、すごく苦手なんですよ。まずは自分のことをよく言うのが恥じたないと思ってしまうっていうのが一つと、あと自分って自分で見えないので見えないものに連れ勝たないといけないってすごい大変やと思うんですよね。でも本っていうのは喋るのは喋れるんですよね。でその本を紹介する中でじんわりとその人の人の隣がみんなにとっては見えてくるっていうことがあると思うんですよね。でそういうのは間接的な攻撃ですけど、間接的な形でお互いのことが分かっていったりして、それがそのコミュニティ、メンバーを仲良くさせたりするというような効果があるというのがこのコミュニティ開発機能だと考えてますということで、はい、以上です、一気にお話ししていただいたんですけれども、確かに自分の自身のことだけを急にこう手ぶらで話しても
かなかこう落ち着かないんですけど、何かこう物を持って押しながらお話しするとだいぶ話しやすくなるんですね。そうですね、気持ちも落ち着いて、はい、その一番最後 そのコミュニティ開発機能ということで、山口さんもいろいろコミュニティをこう総括されている活動をされていると思うんですが、その辺こうビブリオバトルはご自身でもいろいろ経験されていると思うんですが、はい、どうなんでしょうか。そうですね、僕もですね、このビブリオバトル、まあ、一番最初に九州の古民家でやった時に思った、ね、プレゼンもしましたし、イベントの主催者としてやりましたし、閲覧者としてもこう多様な視点でこのイベントに参加できるな、で老若男女というかですね、どんな年代の人でも、九州の古民家でやるとやっぱりすごいですね。70代ぐらいの方が歴史の本について語ったりとか、あと一番最初にですね、これいいな、敷居がやっぱ低いんだなと思う。やっぱ本だけ持っていけば成り立つようなイベントですので、イベント主催者としてすごいやりやすい、それが今広まっている要因じゃないかなと、はい、お金も司会も楽司会も楽なので、すごいこれを考えた人は天才じゃないかなと思ってるんですね。アニメさん、あの楽しみです。やっぱ頭いいんですね。すごいシンプルというか、誰でも開催できるっていうのはまずイベントをコミュニティ主催するっていう立場からとってもすごい魅力的で、老若男女どんな年代でもっていうとエピソードが1個あってですね、一番最初に僕は息子3人を古民家に連れて行って、その時にこういう本をねバトルする、プレゼン、自分の好きな本をバトルするイベントがあるから参加してみたら、今日もお子さん何人かいらっしゃってるみたいなんですけど、一番下が3歳で、次男が5歳で、長男が8歳ぐらいですけど、3人ともですね、恥ずかしがってそんなの嫌だよって言うかなと思ったら、好きな本を1冊ずつ持ってきてですね、で当日みんなプレゼンし、みんなというかですね、時間制限があったんで1人だけうちの息子が参加したんですね。で入って手を挙げたのが3歳の息子で、多分最年少だと思うんですけど、3歳でどんな本をプレゼンしてるかというとですね、まあ、結構こういうの大人だと身構えてちょっとかっこいい本持っていこうかな普段って言われないやつ、ね、そういう思惑が当たりちゃうんですよ、みんなに見せるためにですけど、うちの3歳の息子はですね、虫キング虫キングを持っててこう虫をみんなの前に見せてニコニコしていただける、別にプレゼンやったわけじゃないんですけど、これこんなちっちゃい子でもやっぱ本を持って何か表現したいっていうのがあるんだなと思ってですね、これは素敵なイベントだなと思ってですね、なので学校でも今すごい普及してるんですけど、学校の先生じゃなくてもですね、皆さん一人一人がこう主催して自分の地域とかで5、6人でやると、ものすごい子供も喜ぶんです。で子供にこう主催をやらせるとどんどんその子供自身のためになりますので、そういう活動をすると大人も楽しいと、なんかそんな素敵なコミュニティになるといいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。すごい機能が、実はビブリオバトルってすごいんですね。その天才ですね。すごいかもしれないですけど、はい、ちょっとですね、ちょっとお時間がもうなんとちょっとトークショー時間迫ってまいりましてあっという間なんですけども、そんなすごいビブリオバトルはちょっとこれからどんな、さらに発展してどんな可能性を秘めているのかっていうところをちょっとまとめていただいて、ミニトークショーは終了になるかと思ってたら、いかがですか。続いてもありがとうございますけど、今の普及状況は、数字を言ってもあれなんですけども、まあ、例えば都道府県で言うと、まだ一応我々あの、ネットとかで監視というか、監視じゃないですけど、すみません、言葉を間違えました。政治家ならアブですね、すみません。どこかで開催しはったなと思って観測したら、広がって嬉しいみたいなと思ったんですけど、今のところ僕らが開催を確認したいのが福井県と熊本県だけで、はい、あとの都道府県では誰かがやってるなっていうのを見てたりします。で、大学でも100大学以上でいろんなところでやってて、古民家ビブリオバトルであるとか、他にも東京で妖怪ビブリオバトル、妖怪マニア落語のためのビブリオバトルとかですね、この前のニコニコ超会議で SF 作家によるビブリオバトルっていうのを、ね、やっていただいたりとか、まあ、本当にいろんなところでいろいろ使えるわけですね。で広まってます。で、今ちょっと目をつけているのは、異文化コミュニケーションの中でのビブリオバトル、実
Twitter に留学生とか混ぜて英語で留学バトルをやってるやつっていうのを今やってたりしますね。はい、で、それでそうやると結構コミュニティ開発って話ありますけど、その人の人となりが見えるのと同時に、その人のバックグラウンドが見えるんですよね。で、例えば韓国の、出身の方がビブリオバトルをやると、これ実際にあった事例なんですけど、韓国の人が三国志の本を紹介したとすると、どうも日本人の考えている三国志とちょっと違うわけですよね。ね、微妙にそのね、こう巻き込まれてもするわけじゃないですか、歴史的には。だいぶ違うんですよね。で、まあ、その英語っていうのは、まあ、日本語のプレゼンテーションも苦手ですけど、英語で喋るのはもっと苦手なんですけど、まあ、それと英語教育の中でも、利用したいと思われている方もすごく多くて、で同時にそれをやっていく中で、海外進出ですね。海外進出しました。どうもアメリカとかでも留学の文化がないっぽいんですよね。そうなんですね。多分これは、まあ、さっき日本人にいいって話はしてましたけど、多分他の国の方でもこういう自分の好きなことをしゃべって、はい、でそれでその水平の関係で、その誰がこう上からこう押し付けるわけでもなく、みんなでこう時間をその時を楽しむというか、まあ、そういうのは多分どの国でも楽しいと思うので、そういうのを広がっていたらいいなと思っています。英語で文化コミュニケーションにビブリオバトルを使うということ、それについては樋口さんはどんな可能性を感じていらっしゃるんですか？いや、ものすごくワクワクすると、ちょうど僕らもですね、ビブリオワールドカップってやったら面白いんじゃないかみたいな。僕はサッカーやってたんで、サッカー大好き。で、谷口さんのこの本にも書いてありますけど、やっぱりフットサルとちょっと近いんじゃないかと。まあ、こう気軽にボール1個で楽しめるフットサルっていうのと、本1個で気軽に楽しめる。なので、やっぱり世界に広まる要素はすごいあるんじゃないかなと思いますので、なんかやってみたいですね。やってみたいですね。はい、ぜひ、ここでもいつか世界大会を、はい、指に乗ります。そうですね、ブラジルワールドカップに合わせて4年に一度待って期待したいと思います。はい、じゃあ今日はちょっと時間がすごく短い中にもかなり濃いお話をお二人にしていただいたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ご予定や告知などございましたら、一人ずつ何かございますか？谷口さん、あ、キムさんから。じゃあ短めに、古民家イノベーションプロジェクトっていうのをですね、Facebook とですね、それからリアルの方でやってますので、もしですね、九州、西日本とか、まあ、横浜の古民家でも行えるビブリオバトルですけど、ご興味ある方、ぜひご参加いただければ、すごいいい雰囲気で、その後みんなでお酒飲んでしますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、今後の予定というわけではないんですが、ぜひ読んでいただきたい。いろんな工夫をしてまして、これ最近ね、この文章新書ではありえないこのアニメのような女の子があるんです。これ何かっていうと、中でちょっと雰囲気分かりやすいように、ガイドノベル風に小説で書いてるんですね。スティーブ・レワートでやっているような文章、そういうふうなキャッチに入りやすい面もありますので、ぜひ読んでもらえたらなと思います。それで今後の活動というわけではないですけど、私はもうそのビブリオバトルというのをいろんな人にやってもらいたいと思って、今年はすごく高校生とか、東京都がすごく乗り出したりとか、あとは文部科学省もちょっと動き出したりとかして、いろいろあるんですけども、そういう基本的には上からこう与えられるものじゃないと思うんですね。で、そういう学校とかでどうしても堅苦しくなっちゃうから、完全にそういう風なものがビブリオバトルだと思われるのも、なかなか今後の発展の上で、今一番求めたいのが、草の根のなんかご家庭でも友達でもいたり、3人とか5人とかでやる、非常にこう簡単なというか、ちっちゃいビブリオバトルというのを、どん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 こう盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひこうちょっとご一読いただいて、ちょっと一回遊んでいただけると、ちょっとやっていただけると一番嬉しいかなと思ってます。よろしくお願いします。先生もよくこたつでビブリオバトル。そうですね。はい。ぜひちょっとお家に帰ったらこの後やってみていただければと思います。はい。
ではですね、ちょっと、まあ、あの時間がないんですが、3人ぐらい質問をちょっとお受けしたいと思います。谷口さんか姫さん、ちょっと何か聞いてみたいっていう方がある方いらっしゃいましたら、何でしょうかね。貴重な、この2人が揃うっていうのはもう今後あるか何か分からないぐらいのスペシャルな感じで、じゃあこちらの方から。はい、はじめまして、貴重な話ありがとうございます。ですね、今日私が来たのは、谷口さんがなんで横浜に来られるということと、あとこの後のバトラーの方の一人があの知り合いだったからということで来させていただきました。あの横浜、異文化のワールドカップじゃなかった、異文化のビブリオバトルをというお話だったんですけど、横浜っていう場所自体が結構いろんな方がいらっしゃるような場所なので、なんかそういうあの地域に合ったそういうあのビブリオバトルのなんかその PR の方法みたいなものをおすすめの、あの郵便堂さんやるって言われるとみんな郵便堂なし本なしよしみたいな感じで来ると思うんですけれども、そういうあのもっといろんな人が来てもらうためのなんか PR 方法とかがあれば、あの谷口先生とかともちろん樋口さんにもお伺いできたらと思います。はい、どうも。PR 方法なんですけども、その前にですね、前に行ってしまうちょっと質問返しで申し訳ないですけども、質問じゃなくてすみません、ビブリオバトルっていうのをイベントとして捉えるか、あるいは身内としての活動として捉えるかですね。で、どうしても、皆さんが新たにリアビブリオバトルってイベント的なシーンが多いと思うんですよね。オープン、クローズされてると本当に全員がこたつでビブリオバトルやったら、誰も他人のビブリオバトル見れないので分からないんですよね。そうだから、イベントっていう形なんですよ。そうすると集客っていうのを考えてしまう。でも集客っていうのはある人とコミュニティの外側の人がこう来てっていうことですよね。で、やっぱりまずは、既存のコミュニティの中のメンバーが楽しむためにやるっていうのを第一に考えていただいて、それを数回やっていくうちに、あ、こんな感じかと、ちょっと次はオープンなところでストリートライブっぽくやってみるみたいなとかですね、まあ、なってくるわけですよ。なってこない可能性も多いにあるんですが、なる場合はなるわけですね。で、そういう時には、また PR で考えればいいんですけれども、それはもう一般のイベント広報とほとんど同じ手続きというか、その話題になるので、実際そのビブリオバトルっていうものをやって、図書館さんとかでやられる場合には、いきなりイベント出たっていうと、ほとんどのところがやっぱり集客で苦労されたりします。でも、それは、あくまでイベントはイベントなんですね。で、ビブリオバトルはビブリオバトル。ということで、あまり多分難しく考えられずに、とりあえず、まずは既存のコミュニティというか、自分たちの中で楽しんでいると。まず、フットサルの例で言うと、フットサルの例で言うと、まずフットサルをやろうとなったときには、身内でやってくれそうなのメンバーを集めてやりますからね。で、フットサルをやろうってなった時に、集客どうするかっていうのと、どうの施設を抑えるかっていうのと、どう PR でお客さんにいっぱい来てもらえるかって、あまり考えないと思うんですよね。そういう意味でもフットサルといったような形で、まずは、ビブリオバトルを楽しんでみていただくのが一番かなと思います。はい、ありがとうございました。もう一方ぐらい。このビブリオバトルを本自体のビブリオバトルでやられたっていうのはある、まだなんかない、はい、あるかもしれない。この本自体の、はい、ああはい、ありがとうございます。多分全日本でみんな考えてみたいと思うんですけどもまあ、短いところありまして、4月、19日の、土曜日かなに発売されまして、次の火曜日にうちの研究室のビブリオバトルがあったので、そこで僕がやりました。これは、それでチャンプになったら美しかったのかは違うけども、基本的に受賞でビブリオバトルというのを業界で受賞
ョリオバトルって言ったりしてたらしいんですけど、あのジョリオバトルはまず勝てないっていうのがあって、ですよね、ですよね、票入れないですよね。それで、まあ、見事に敗れ去ったんですが、あのその後もちょっとツイッターを見てると、ビブラトルのクリニカルメンバーとかが各地でちょっとやって出るみたいだったりはしますので、すでに前例はあるっちゃあります。はい、そんな感じです。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私もどこかでやってみようと思います。はい、ということで、谷口先生と樋口さんに、でお越しいただきました。ちょっとビブリオバトルの様子がこれで理解していただけたかなと思います。もっと詳しく知りたい方は、もうそちらにすぐにもう立ってお買い上げいただくことができますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、樋口さん、谷口さんでした。ありがとうございました。